さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭に立ったマーベラスサンデー、残り 200m マーベラスサンデー完全に独走態勢です。2番手はエアドライバー、やはり強いマーベラスサンデー、マーベラスサンデーゴールイン、マーベラスサンデー1着、2着にはどうやらエアドライバー、これが G1 馬の実力だ。マーベラスサンデー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったエルコンドルパサ、エルコンドルパサ先頭。2番手はファヤスアゲイン、懸命に追いすがります。あと 200m エルコンドルパサ先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はファヤスアゲイン、エルコンドルパサ独走、エルコンドルパサぶっちぎりです。エルコンドルパサ1着、2着はファヤスアゲイン、1番人気に応えました。エルコンドルパサ見事です。Thank you.
さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝ロクハロン戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のマジックスタイル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ノーブルモントレー前に行きそうです。待機マーシャル、これに続きます。その外からエイシンバーリー、その外にマジックスタイル、並んで4番進行フォレスト、その外にオートリウェザー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として7番ノーブルモントレー、待機マーシャル、ほとんど差がありません。エイシンバーリー3番手、待機シャトルいい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はノーブルモントレー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ノーブルモントレー先頭、差はほとんどない。2番手は待機シャトル、先頭を捉えるか。あと 200m、 先頭は待機シャトル、待機シャトル先頭、進行フォレスト追いすがります。待機シャトル、待機シャトル1着、2着にはどうやら進行フォレスト、これが絶対王者だ。待機シャトル、we'll be right back.